こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、12月大人の休日、 好印象候で参戦というテーマでお届けをしてみたいと思っています。気づけば今年も残るところあと1ヶ月となりましたが、この季節、休日どんな着こなしをしようか迷っている方いらっしゃるかなと思うんですね。まあ、大人の着こなしっていうものを考えた時に様々な目的があるかなと思うんですね。例えば、トレンド感の高い着こなしをしたいという方もいらっしゃると思うし、ベーシックな着こなしでなるべくシンプルに過ごしたいという方もいらっしゃると思います。まあ、その中でも結構、 多いいいのがなな、まあ、なるべくですね第三者から見られたたに好印象な着こししをしたいという方結構多いんじゃないのかなと思います。まあ、例えば、家族からの好印象を得たいだとか、あとは女性から好印象を得たいだとか、たまに会う友人にも好印象を与えたいだとか、まあ、そのようなですね、自分の趣味に走るというよりは、第三者視点から見た時に感じがいいコーディネート、そこを意識しながら、今回は具体的に3つのコーディネートを皆さんにご紹介したいなと思っています。まあ、僕自身もファッション が好きなのでいろんな着こなしを日々するわけなんですが家族と過ごす休日には自分がめちゃくちゃ着たいという服よりはですねまあ、家族と一緒にいた時に違和感がないような自然体のスタイルでなおかつですねあんまりカビすぎずにトレンドに走りすぎずにというところを意識しながらですねコーディネートを組んでるんですねまあ、そんなところですね今回意識しながら皆さんに着こなしをご紹介できればなと思っていますのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けて メンズファッションの業務ですね。なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで一つ目のコーディネートから解説したいなと思っています。まずメインとなるのがこちらのコートですね。今季の GU のですね、バルマカンコート。色はブラウンなんですね。先日動画でも解説しましたが、まさにですね、今時期着るにはちょうどいいアイテムかなと思います。まあ、正直ですね、コート自体に保温性がめちゃくちゃあるかというと、結構薄手なんですね。なので、めちゃくちゃ暖かいというものではないので、その下の重ね着で体温調整をするのがバランスが いいいかなと思っています、まあ、このバルマカンコートすごくよくできてまして、このようなコートって、まあベーシックなところで言うと、ブラックネイビー、グレーぐらいがですね、よく見かけるものなんですが、こちらはですね、ブラウンの色味でですね、柄は細かな千鳥合衆が入っていて、ちょっとクラシカルな雰囲気があるんですが、実際に着てみると結構収まりが良くて、いつものネイビーのコートに比べると、だいぶですね、柔らかい印象になるのが分かっていただけるかなと思います。まあ、近くで見ると 柄のの感感感じじはははっっきりととととと見見えるるるんでですすすがががが遠目で見るとちょっとこう凹凸感があかかなないいいいう感じにに個人的にはすごくバランスがいいかなと思いますね、まあ、ネイビーブラックに比べると柔らかくてこういった色を使うと結構第三者から見た時に安心感だとかちょっとほっこりとした感じが伝わるので割とですね印象がいいコートなのかなと思っています、まあ、価格も非常にこなれてるのでぜひ皆さんもですねチェックをしていただきたいアイテムかなと思いますそしてこのコートの下にはパーカーを合わせていました コート自体が結構ですね、綺麗めなアイテムなんですね。丈も長いし、なおかつビジネスシーンで使うことが多いようなステンカラーコート、バルマカンコートのデザインなので、まあ、このアイテム自体は綺麗めに入るかなと思います。その内側に着るアイテムは少しカジュアルに振ってあげて、 パーカーですね。フードが見えるだけでもちょっと着崩した感じが出て、バリバリにですね、バキバキにカッコつけた着こなしよりは、適度に肩の力が抜けてるコーディネートの方が、第三者から見た時には意外と好印象だったりするので、今回はパーカーを合わせてみました。で、パーカー自体の色味なんですが、これもですね、コートと同じように、ブラウンからベージュぐらいのですね、柔らかみのある、コクのある色をですね、選んでみました。結構ですね、色合わせのコツとして、同じようなテイストの 色を重ねねるとといいいいううのは結構使い勝手がいいかなと思うんです、ね、例えば今僕が使っているようにベージュとブラウンというような系統の近いようなものを合わせるだとかあとはネイビーとブルーみたいな色合いもすごく相性がいいかなと思うので、まあ、こういったテクニックもぜひ使っていただきたいなと思います上半身は結構こう秋冬らしいですね 温かみのあるブラウン系でまとめた後にはボトムスですね。こちらはですね、ブラック系で引き締めてあげるとバランスが取りやすいかなと思います。今履いているのはオルマイージーパンツ。先日もご紹介したグリーンレベルのものですね。まあボトムス、僕はブラック系いろいろ持っているんですが、好印象なところでどれが一番いいのかなと考えた時には、オルマイージーパンツはすごいバランスがいいと思うんですね。まあこれにはいくつか理由があって、あまりに太すぎると、これまたですね、第三者から なかなか良さがですね、理解してもらえないということが多かったりするんですね。まあ、ワイドパンツはかなりトレンドによってますし、ユニクロのタックテーパードパンツ、僕自身は大好きでよく履いてますが、これまた、やっぱりちょっとエッジが効いてるんですね。もも周りかなり太めだったりするので、それよりはちょっとですね、コンパクトの方がいいんですが、 かといって、あんまりにも細すぎると、ちょっとトレンド感からずれてしまう感じもあるので、まあその中間を狙えるところが、オールマイージーパンツのいいところかなと思います。もも周りは適度にゆとりがあるけども、テーパード、膝から下効いてるので、まあ適度に綺麗なラインも出ますので、まあこのようなパンツを合わせてもらうと、バランスがいいんじゃないのかなと思います。で、足元に関しては、ちょっと明るさを足したかったので、ホワイトのレザースニーカーですね。これはお手持ちのもの、なんでもいいと思います。 アディダスのスタンスミススーパースターでもいいと思いますし、コンバースのオールスタークップもいいと思います。僕はジャーマントレーナー合わせていますが、より小綺麗な感じを出したかったら、シンプルなオールスタークップとかの方が印象はいいかなと思います。まあ、僕のようにちょっと癖のある着こなしが好きな場合は、ジャーマントレーナーは異素材を使った組み合わせで構成されているので、白レザースニーカーの中でも適度にエッジが効かせられるかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、こういったものも検討していただきたいなと思います。まあ、このような綺麗めなめコートを使って たスタイリングなんですが適度にカジュアルさをパーカーで出すというものはですね意外と好印象だったりするのでぜひ皆さんもですね試していただければなと思っていますはい続いて2つ目のコーディネートなんですが今度もですね先ほどと同じようなコートのコーディネートなんですが先ほどのコートに比べるとやはりですね生地が厚くなるので 結構12月後半でもこのコートがあれば全然問題がないかなと思います。先日ご紹介したグリーンレベルのですね、チェスターコートなんですが、肩周りがラグラーになっていて少しリラックス感のあるようなシュレットになってるんですね。なので、チェスターコートって結構オンとオフ両方使えるようなアイテムではあるんですが、どちらかというとオフで活躍するような機会が多い、 まあちょっと緩めのですね、トレンド感のあるようなコートになっています。個人的にはチェスターコートというアイテム自体がもう結構定番的な位置づけになっているので、ジャストサイズで着るよりは少しこのようなゆとりがあっても、カジュアルにはちょうどいいんじゃないのかなと思います。で、この着こなしにおいて結構重要なポイントは、 この差し色となるようなマスタードカラーのニットですね。これまた先日ご紹介したグリーンレベルのニットなんですが、これめちゃくちゃ売れてるみたいで、結構ですね、オンラインだとか、店頭の在庫もほとんどない状態かなと思うので、また再入荷を待ちたいなとは思うんですが、まあ、このような差し色となるようなニットが1枚あると、かなりですね、好印象な着こなしが実現できるのかなと思っています。まあ、ニット自体皆さんもブラックだとかネイビーだとか、そのあたりはお持ちかなと思うんですが、 まあそういったベーシックカラーを持った次にはですね、差し色となるような、このようなマスタードだとか、あとは合わせやすいところで言うと、ロイヤルブルーですね。こちらの写真なんかを参考にしていただきたいなと思うんですが、まあ、ビューティアンドースの今季のですね、ロイヤルブルーのニットもすごく良かったんですが、このようなちょっと綺麗な色を混ぜ込んであげると、いつものベーシックな着こなしがかなり好印象に振ることができるかなと思うんですね。まあ、こちらのコートもチェスターコートということで、やはりちょっと綺麗めなコートなので、 どこかですね、遊びの要素というか、カジュアルな要素ですね。先ほどであれば、パーカーがその役割を果たしてたかなと思うんですが、まあ、今回は丸首のニットで、色をきれいにすることで、好印象なポイントをですね、一つ作ってみました。その下にはですね、白のバンドカラーシャツを着てるんですね。 ちょっとだけ襟元とか、この裾の部分から白を覗かせてあげることで、少し軽快な雰囲気が漂うのと、レイヤードを楽しんでいただけるかなと思います。で、ボトムスはですね、今回はデニムスラックスを合わせてみました。コート自体がチャコールグレーなんですけども、このようなリジットに近いようなデニムもですね、ブルーとグレーを混ぜたような色合いなので、結構コートのチャコールグレーとも相性がいいかなと思うので、まあ、今回はこちらを合わせてみました。これは僕のところで作っているオリジナルのパンツ、 パンツなんですが、意外と本当にド定番のデニムよりはちょっと小綺麗なデニムスラックスぐらいの方がセンタープレスも効いていて小綺麗に見えて印象が良かったりするので、まあ、このような形で今回合わせてみました。まあ、スニーカーに関しては先ほどと同じです。まあ、今回好印象のコーディネートというところで一番優先すべきなのはやっぱり白レザースニーカーかなと思っています。まあ、ニューバランスのスニーカーは個人的に大好きで、まあ、普段からめちゃくちゃ履いているんですけども、これが好印象な靴かというとやっぱり未だ。 やぼったく見えるといいいう方もいらししゃいますしなかなかその魅力がわからないという方の方が多かったりするので、ある程度第三者視点を加味するのであれば、白レザースニーカーがやはり鉄板かなと思うので、こちらを選んでみました。襟元とか裾に白がちょっと混ざっているので、そことリンクさせるように白レザースニーカーを持ってくるとバランスがいいので、 このようなチェスターコートを綺麗めな色で彩るというコーディネート、好印象に見えやすいので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。 続いてラスト3点目の着こなしなんですが、今度はですね、ロング丈のアウターではなくて、ちょっと短めのアウターを着てみました。僕が今着ているものはですね、昨年購入した H Beauty and u のシャツアウターみたいなアイテムなんですけども、これはですね、結構いろんなブランドでやっていまして、例えば今年だったらユニクロ U でもシャツアウターで似たようなものを展開してますし、昨年でしたらプラス J ですね、そちらのシャツアウターがもう名作でめちゃくちゃ使え 使いやすすすいいかなと思ううんでででがそういったものをお持ちであればですねまさしく12月にはすごく活躍してくれるアイテムかなと思うんですね。そういったショート丈なんですが、シャツのようなデザインで適度な大人っぽさを持っているようなアイテムも意外とですね、この時期には活躍してくれるかなと思います。まあ色はダークグレーですね。このあたりが結構大人っぽくてシャツアウターとしては使いやすいカラーなんですね。その下にはストライプのバンドカラーシャツですね。このようにガラムの中でもストライプは縦長でシャープで アアップさももありりつつ適度ににカジュアル感とので好印象には振りやすすいいかなと思いますそして、今回の着こなしの好印象ポイントとしては、この、爽やかな白パンですね。まあ、今季はですね、結構白パン、いろんなですね、ショップでも取り扱いが増えてきていまして、久しぶりにですね、旬なアイテムになっているかなと思います。まあ、僕自身も今年ですね、一本こちら、ビューティーユースのものを購入して、よく履いているんですが、まあ、従来の白パンに比べると、少しシルエットにゆとりがあって、そんなにコンサバに見えすぎない ような白パンというのが意外と使い勝手がいいんじゃないのかなと思います特に上半身ブラックだとかダークグレーだとかネイビーのような濃い色でまとめて下半身は白パンでパキッと明るくするというスタイリングは使い勝手がいいと思いますし爽やかで好印象な雰囲気は作りやすいのかなと思いますまあ、今回ご紹介した3つの中でもシルエット的には一番ゆったりですし少しですねトレンド感強めに出していますが意外とやってみるとですねいろんな方に似合いやすいスタイリングなのでトライをしていただき ちなみに足元はですね、先ほどニューバランスは難しいよねという話をしましたが、白パンって結構コンサバに見えてですね、綺麗すぎてしまう印象があるので、そういった時には、あえてですね、ニューバランスで着崩すというスタイリングが割と効果的なので、白パンを履くのであれば結構ですね、白レザースニーカーはもう使いづらいので、ニューバランスのスニーカーで馴染ませるというのがすごく相性がいいかなと思います。個人的にはこういったスタイリングですね、すごく好きで今年は 頻度高くですね使っていますのでぜひ皆さんもですねトライをしていただければなと思っていますはいということでいかがでしたでしょうか今回の動画では12月大人の休日 好印象コーデ参戦というテーマでお届けをしました。まあ、どの着こなしに関しても、そんなにこう凝ったものというよりは、割と再現しやすいものが多いかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんの今後の着こなしの参考にしていただきたいなと思います。まあ、ポイントを一つだけに絞るとしたら、着こなしの中に一点だけでもいいので、ちょっと綺麗な雰囲気のアイテムを混ぜ込んであげるのがバランスがいいかなと思います。今の着こなしだったら白パンですし、一番最初の着こなしだったらベージュブラウンという色合い。 ですね。二つ目の着こなしであれば内側に来たマスタードカラーのニットという形で、ま全、あ、身の中にこういった綺麗な要素が1点加わるだけでだいぶですね好印象な着こなしは再現しやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの興味をですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しましては、僕はもう一つやっています。YouTube のメンバー バシップチャンネルの方で解説をしています。週に3本から4本ぐらいの動画をオリジナルで出していまして、1本あたりですね、だいたい20分から30分の大ボリュームでお届けをしています。また、2週に1度ぐらいのペースでですね、メンバーの方に向けた YouTube のライブ配信も行っています。皆さんからのご質問にその場でお答えする形で、結構これが盛り上がってますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなか普段ですね、動画をゆっくり 見る時間がない方のためにオンラインサロンもですね開催をしていますそちらの方は文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を1日に大体5記事ぐらいをベースとしながら皆さんにお届けをしています、まあ、僕もですね1日2回ぐらい投稿してますし僕以外のスタイリストの方も投稿していますまた参加者の皆さんも投稿することができて結構大人の男性がワイワイと楽しみながら記事の投稿を行ってますので気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただき きたいいたなと思っています以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。